なんでバルハラのためにわざわざ時間使っていかないといけないんだろうなっていうのと、1億打ったぐらいで、はい、これでも評価されないですかって言ってことで俺わかんないね。よく上がマジで変わってかないと多分、まあ、一生同じ問題抱えないかなって、うん、あ全部やらない理由に聞こえちゃうんですよ、うん、お疲れ様です。どうでした今回。いや良かったんじゃない。それぞれがまあ、これから合同歌舞伎会始めます。そもそも働いて楽しいです。人としてのつながりはめちゃめちゃ大きいんで、多分例えば下の子であっても多分カルマさんにカルマさんとして話せるんですよ。バルハラはまず働いててホストを楽しく思わないといけないんです。それは理想論として正しいかもしれないけど、この規模の組織を回す、会社として回す、組織の店として回すって考えた時にあんまり正しくない。そもそも会議としてとか関係なくそういう見え方をしてたっていうことであって、楽しくなさそう。そうっす、軍隊化している。そうなんだ、作業的な感じがいる認識は、うん、ぶっちゃけたこと言うとね、ユグホンのメンツは今の状況とかにいいとか思ってる思ってないかって言ったら、別に今の状況の方でいいとか誰も思ってないのね。だから今日言われたことはみんな気づいてる上でとりあえず走り続けてきてる感じだと思ってるから、今日言われたことで改めて感じる人間が要所要所で多分そういうのに対する感度を高くしてやってくれるかなって思ってるから、いい機会をもらえたかなって思ってます。ゆうさん、はい、今日会議でしたけども、ポジションで言ったら、はい、今支配人で、今日出てたメンズの音屋さん、アルマさん、水木さんに並ぶポジションだと思うんですけど、あんまり突然失敗してなかったなと思って、来たばっかだから俺はあんまり納得いかない。どうだったというか、何か思うことがあったけど言わなかったのか、まあ、なかったりしたのか。なんか、まあ、昨日ちょっとレンさんと揉めて、本当は今日行くつもりがなくて、それに関して結構レンさんと揉めて、なんでバルハラのためにわざわざ時間使って行かないといけないんだろうなっていうのと、まあ、別にうちも大して言えるほどそんなになんかすごい店でもないし、姉さんとおめでとうって聞いていいやつ。いや全然、だから行く意味あるのかなっていう、そのまあ確かにユグドラシルの発展のためにはまあ必要な時間なのかもしれないけど、それってでも一個人としては関係あるのかなっていう、お金が欲しくて始めた仕事なのに、じゃあ上の人たちがその店を拡大していきたい、グループを拡大していきたいっていうのって、それお店上の人たちの都合じゃないですか。ただの操り人形になるんだったらちょっと行きたくないなっていう話は。それでレンさんとも見てたんですか。まあそういう感じです。あ、実際どうですか。2時間くらい会議しましたけど、まあちょっと正直バルハラさんに言われたまさにその通りだなっていうふうには、うん、まあ、まあバルハラちょっと羨ましいなと思いました。みんな仲良さそうで楽しくホストやってて、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっといろんな人にインタビューしてたんですけど、なんかトトロキューさん曰く、なんでバルハラのためにわざわざ時間使っていかないといけないんだろうなっていう。レイさんはそれに対してどうしたんですか。そもそもバラハラのためとかではなくて、俺らのためでもあるし、バラハラのためでもあるっていう、そのグループのためであるわけじゃんっていう名目でもともと言ってて、そもそも前日にどうこうとかっていうのも違うし、そもそも目的もその誰々のためじゃないとかではなくて、自分が支配人である以上、幹部である以上、決めたこととかをやる義務があるよねってだけ。一応来たけど、今言ったレンさんの言ってることに対してなんか納得してる感じはしなかったんですよ。あの来ないって言ってて、どうせ行ったところで今更じゃないですかみたいな、意味なくないですかって言ってて、違くないみたいな、それ意味あるのするのもしないのも自分で決めることでしょって。
素朴な疑問なんですけど、一匹狼スタイルというか、なんか前に夏木さんの昇格問題みたいなのがあった時に、夏木さんは試合見に上がれずスリムキープで、小僧球さんは試合見に上がったみたいな。龍が1億で、夏木より年間ちょっと下なんですけど、龍は支配人になったっていう形が結構あったりとかで。なるほど。そういう方に評価されるところがあったからだと思うんですけど、うん、なんかこれ聞いてる限りだとかなりその自分主義とか、それを全部言っちゃうと逆で、 U は一周回ったって感じで、例えばだけどみんなのためにとか、じゃあ店のためにとか、まず幹部会も全部出てるし、その上でさらには売り上げも作って、さらには自分のチームの子も育ててってる、全部やってきたわけよ、ちゃんと幹部としてっていう仕事を。その中でね、例えばだけどやってないこと、やってない人とかがいるのにかかわらず、そいつらが同じラインにいたりとか、罰則とかも特に決まってないじゃないですかっていうスタンス、だったら俺もやんなくてよくないですかってなっちゃったの、まずスタートライン。 U はやってんのバカらしくないっていう感じになったの。でもそれでも実際結局言いながらやってきたし、結構見えてるの、ちゃんとしっかり店のこと、悪い点とかも含めて。だけどたまにちょっとミクロな視点になりすぎちゃう、下の子に寄っちゃうっていう考えとか、やる意味なくないですかとか、その最後の自己犠牲精神とかっていう部分が結構欠けてきちゃって、利己的にの方が良くないですか、じゃあ得してますよねっていうモードにどちらかというとなっちゃったって感じ。だからもっと本当はできるのになっていう思うことはめっちゃあるから、めっちゃぶつかる。結構優とはめっちゃ喋ること多いんだよ本当は。すごい見えてるから、そこに関して何回も話したことはある。立っちゃっていいよ。ああ、お疲れ。まあ昨日の今日で、まあいろいろあったっていうか、まあいろいろ喋ったけど、まあなんだかんだ来てたから、で結局来た上でもそうだけど、どうだった？どうだった？そうですね。なんか僕が思ってるのと上の人が思ってることって結構。全然かけ離れてるなって入ってからもう2年3ヶ月経ったんですけど、誰かに何か教わったことも怒られた記憶も全くなくて、思い出もないし、どういう人なのかも俺は分かんないままここまで来てしまって、俺が知らない情報がありすぎて、だから今日も勝手なことを正直言えないし、俺が思ってることとそのユグドラシルの方向性なりっていうのが多分違うなって喋ってまあまあまあそうですね、はい、大丈夫です。まあユーの言うその教育とか、じゃあ思い出とか、何してもらったかもらってないかとかっていうのは、そもそもこの環境下にいて自分が当たり前だと思ってることとかも含めてで、なんかずれてるの、それを何もしてもらってないになってしまってるとか、じゃあ何かしてもらってるかもしれないけど、それは自分の力だって言い切ってるだけだと思ってる。いや何もしてもらってないっす、いろいろ言われるんですけど、うん、なんかなんかあります、逆に僕との思い出。まあ結局俺が思うのは、直接的に怠慢でとかでは喋ってる瞬間はもちろんあるけど、じゃあ何か思い出作りぐらいめっちゃ絡んで深く関わってコミュニティを作ったかって言ったら作ってないと思う。優が言ってる思い出がどうとかっていうのは別にわかるよ。いや思い、まあ思い出っていう言葉になっちゃったんですけど、まあ普通に面倒見られてないですよね。何を教えてもらったのかとか、うん、もないし、それは別に他の人に対してもだし、うん、周りと関わらずにここまで来てしまったから。はっきり言って、はい、今ユウから今までも喋っててめっちゃ思うけど、はい、じゃあ俺1億売ったじゃないですかっていう言葉を何回も言ったことがあると思うんだけど、はい、1億売ったぐらいで、はい、そもそもそれを何も教えてもらってないのにこんだけ俺言ってこれでも評価されないんですかって言ってることこれ分かんないよ、よく、はい、
人によって確かに1億に対してめちゃめちゃ教えてもらったりとかめっちゃ面倒見られてやっと行く人間もいれば勝手に行く人間もいるよね。これは確かに人間の中で分かってるけど、別に面倒見られたから、じゃあ逆に言えばだけど、ユウが面倒見られてたらそれが1億3000、4000、5000、2億行ってたかって言ってないと思うの。ちなみに俺真面目にね、真面目にで、俺もちなみにだけど、俺が1億行った時に誰にも面倒見られてない、はっきり言って。でも見られてるっていうのが、面倒見られるというか教えても直接もらったかってよりは、グループにいて吸収をいろんなことを考えたりとか、そういうタイミングを与えられたからこそ自分で思考してそうやってやろうっていうタイミングで1億とか行く流れだったの、流れで言うと。その中でそれを全部自力なんでってだけで処理するっていうのがあんまり分かんない。そういうつもりはないですよ、全部自力とか。で直接に関わってない。僕なりに自分で後輩育てて、うん、分かるよ、評価して、はい、全部、まあ、正直先輩に頼らないんで全部後輩にやってもらって、まあ連さんからしたら1億価値ないの。いや違うよ、全く違うよ。俺が言ってるのはそういう意味じゃないよ。1億しかって言ってるとか言い方とかわざときつくしてるのが、そもそも俺は1億言ってる時点で支配人まで上げてるとか、優がやってきてることとか含めて全部評価はしてるの。ちなみにぶっちゃけ言うと、やりたくないことですらやってしっかり面倒見て自分の売り上げを上げるためとかにも面倒見られてないって言い方になってるかもしれないけど、だとしても俺は数字を売るっていうのでやってきてるのも分かってるし、1億っていう数字も俺は十分すごいと思うのね。その中で、ね、1億売ったのに殺されてない、これもらえてない、自力でやってるってなって、全部が基本的にマイナスに作用しちゃってるじゃん。その考え方が自分がそこまでの結果出したからこそになってるじゃん。でもなんかそう思うとしょうがなくないですか？なんで1億で自分の中でゴールを決めてるのかわからない。もっと売りたいからどうしたらいいですかでいいじゃん。ひねくれちゃってるじゃん。俺が思ってるのは1億売ったからどうとかじゃなくて、それは普通に可愛くって言い方あれだけど、頑張りましたよ俺でいいと思う。俺もわかる。だから俺も優が社員になりたいなってほしいな、ちゃんとやってほしいな、店の時に絡めになれるなって思ってるから、その役職にまずしてるのね。これわかる。じゃないと言わなくない？どう考えたって数字に対して言ってるんじゃなくて、ユウが別にやろうと思ったら別にできることじゃない、全部。そっちにならないで、普通に後半を見て、全部やることもやってるじゃん、結局。何やろうと。理不尽かもしれないなって自分の中で感じる瞬間って別にあるじゃん。自分だけやってるなとか、こいつやってないなって正直あるよね、いっぱい。あるじゃん。話してきたことあるじゃん、普通に。でも俺まだ出てないから、帰れないからルールがとかじゃなくて、別に一緒にやっていけばいいとは思うけど、ぶっちゃけ下見るとかじゃなくて、上見続けるだけでいいと思ってるんだよね。それを話せたらいいなって思う、俺は。なんか、それで、なんかそれで変わってきてるんだったら、今の色本って今とか全然違う形になってると思うんですよね。なんか俺たちの会議って、基本、下をどう動かすか、どう伸ばすか、みたいな会話がメインで、でも本当に大事なのって、そっちじゃなくて、上がマジで、変わっていかないと多分が一生同じ問題抱えないかな。うん、マジ正しいと思う。普通に下が悪いとかじゃなくて、じゃあ俺みたいなの今後もずっと生まれるじゃん。もうバルハラに言われた通りで、もう絡む人が限定されちゃってるから、それはやっぱ利己的になっちゃうなって思う。やっぱりいいお店にしたいっていう気持ちは、そこはある。そこはめっちゃ感じるのよ。だからめっちゃ見えてるなっていうのはめっちゃ思ってるの、いつも。なんか補修的、なんだかんだ言って現状に満足してる幹部が多いから、なんか大きく変えたいっていうのがないし、やっぱレンさんも、俺は、まあぶっちゃけそんなに変わりたくないんかな。僕割とも大きく、どうだよね、もう結果が出ないんだったら大きく変えたいんです。だから本当思考は、右京さんの思考はすごい理解できるんですけど、うん、ただやっぱりその多分俺の意見ってちょっと尖りすぎてるのかなって思っちゃって、やっぱり発言しづらいっていうか。本店って、まあ、もちろん足りないとことかこうであるべきとかできてないこととか、まあ、いっぱいあるじゃん、ぶっちゃけ。もっとこうした方が、こうであった方がいいよねってことっていっぱいあると思うのね。保守的って言い方になったら保守的なのかもしれないけど、
何が悪とか何が正義だから、じゃあこれは絶対なしにするみたいなルール化ってそっち寄りになるじゃん、絶対に。これは悪です。っていうなっちゃうじゃん、法律って決めていくとね。絶対崩しちゃいけないラインがあるのよ。壊しちゃいけないの。難しい。難しい。いや、言いたいことは分かるんですけど、なんか、全部やらない理由に、うん。聞こえちゃうんですよ。言いづらいっすけど。言うって。本当になんか、この人って言う方を良くしたいと思ってんのかなって。そう思うことが、去年働きながら、すごい思ってしまって。何が正解だったか分からないけど、できてないことも別に自覚はしてるし、ぶっちゃけ俺が弾くの苦手なの分かってるからこそ。いや、だから言ってるつもりです。あ、そう、分かってる。だから、手伝ってほしいな。だから全然失敗してもいいと思ってて。少しでも、何か、せめて、アクションを起こしたい。大きく変えるというよりは、あるものを、2にする3にするって感じだもん今現状はね。制度法律ちゃんと敷いてじゃないと多分この大規模なお店動かせないんじゃないかなって。人って育ち方とか成長過程で全然話違うと思ってるのね。自分がそう育ってきたから、俺はいきなり人みたいになんか何々をじゃあどこかで飛び越えたというよりは、人として一個ずつなんかも戻ってきてやってきての家庭での数字を持っていってたから、でこういう話し合いが俺はめちゃめちゃ好きなタイプなの。個人俺自身も成長できると思ってるし、その子もそうだし、だからなんか同じ代表とか仕事とかそのいろいろあるけどやり方が全部違うと思ってて。いや、分かってますか。レンさんの人望だったり、そのレンさん人間味だったり、そういうふうにみんなが惹かれて一緒にこの人のために頑張りたいなってそう思わせる力はやっぱり俺もレンさんすげえなって思ってるから9本で頑張ろうと思ったし、まあ僕に何ができるか分かんないですけど、ただ今日話してみてやっぱ店に文句言ったりするんですけど、全部自分のためで、ここまでのスケールって、多分俺には分かんないレンさんの大変さがあると思うんで。まあ全部、そうだね。一瞬待ってここまではっきり言って、ぶつかることとか、マジで分かるわって思いながら、俺が思えることがあんまり少ないから、めっちゃ、ありがとうって思うのね。もうその中でなんだかんだ今日も来てるし。なんだかんだ、そういう店本当によくしたいの伝わってるから。ちょっと行かない？いや、行ってます。正直1億しか売ってないのに、なっていうのは、俺は、すごいコンプレックスだね。1億しか売ってないのに、支配人やってる。自分がコンプレックスで、レンさんだからこそこうやって俺がすごい失礼な言い方してしまったと思うんですけど、こうやってちゃんと聞いてくれるところが俺はレンさんのいいところだと思ってるんで、なんか僕もできることがあったら、もう一回ちゃんと支配人として協力していきたいと思う。頑張ります。やってほしい。しかも、はい、本当に、まあ、今1億しかあってコンプレックスって言ってたけど、ぶっちゃけ1億は1億で数字で本人は別に認めてる上でで、俺は今の言うは別に1億のつはずないと思うから、そこを一緒に作っていきたい。1億以上をマジで一緒にみたいに。ありがとう。帰りますか。はい。帰る。レンさん的には、ユウさんの意見は、もっともだなと思いますか？もっともだなって受け止めたい。まあ、すごい分かってたことだったから、
でもなんだかんだついてきてくれたりとか、じゃあなんだかんだこう言ってくれたりするのもめっちゃ嬉しかったし、俺は言われてなんか好きだなって思った。変な言い方になってるけど、やらない理由とかやんなくてよかったっていう理由を作っているっていう捉え方をしてしまえばそれまでだと思うから、それも俺は理解できる、確かになって思うし、ただ自分の中で信じてることはあって、代表になってリーグホンって代表なんて一人もできたことなくて、の中でね代表に俺がなってさあ、初めとかなって認めてもらえるかもらえないかもわからないし、みんな辞めるのかなとか心配になっちゃった時もあったりとか、本当は逃げたかったとかこっちだけにしようとかいろんな言い訳をつけようと思った瞬間あったけど、でも全部やってきての今でよかったなって思ってて、なんかそこには正直自信があって、でも自分の中で俺ができてないなと思うこととか、人よりこの部分は長けてないなっていう部分はめっちゃ正直あって、自分も成長しないとなって、まだまだ完璧じゃないなっていうのがあるから、俺は完璧になりたいから続ける、人に手伝ってもらいながらリグホンは完璧になりたいなって思ってるです。帰ります。